中村慶帝は、江戸時代後期の武士、道の区国仙台藩重臣。性質は、第六代藩主伊達周村の七女、任美女。任美女は、第七代藩主伊達重村の同母妹、佐野藩主、堀田正厚の同母姉にあたる。法暦5年12月、仙台藩重臣、中村義方の嫡男として生まれる。明和二年、父の死去に伴い家督を相続し、 安永元年12月21日、藩主伊達十村の同母妹、任美めずみ子をめとる。安永4年に、夫人のす子が27歳で死去。近獣番頭、故障頭を経て、天命2年7月、武行職に就任する。伊達人志村の末期養子として、幼少で相続した伊達天音州の政治を補佐する。 仙台総初大八巻の解題などによると実は14歳で死去した藩主秀州の死を3年間取得し、末期王氏の規定定職することなく、伊達一州の藩主就任に貢献したとされる。文化7年、大敗著しかった私風の刷新を図るため藩校、養賢道の学頭に大月平泉を起用して、学生の抜本的改革を行わせ、洋学を教授させた。 文化9年8月、武行職を退き、文化11年1月、次男、義母に家督を譲って、仙台城下の合楽に隠居した。文政2年、この年に、第11代藩主となった、伊達仁志義の意味名を避けて、名を慶定に改める。天保4年に1月2日死去。去年79、文化5年に、落合館の運動に奉納された。 吉陰の乗馬姿を描いた絵馬が現存する。ありがとうございます。